こんにちは、ホロヨイです。第9話ご覧になった方はお分かりかと思いますが、今までで一番内容が濃いお話でした。やばい、いろいろ起きすぎてて無理、そう思われた方も多いでしょう。僕も初めて見た時はこれは解説ないときついだろうなと思いました。おかげさまで大好評のホロヨイ解説シリーズですが、やり始めたきっかけはこの第9話を皆さんに分かりやすく説明するためなんです。他の解説者様より詳しく、でも簡潔にをモットーに動画を積み重ねてまいりましたが、ついにその時が来ました。歴史にそんなに詳しくない方、大丈夫です。この動画を最後まで見れば、第9話で起きたことがバッチリわかります。また、歴史に詳しい方も、ぜひ答え合わせのつもりで見ていただくと楽しめるかと思います。それでは早速、アニメ平家物語第9話解説やっていきましょう。前回のあらすじ。第8話では、栗から峠の合戦で敗れた平家が京都を離れ、福原、そして九州の太宰府へ向かう様子が描かれました。一方、勝った木曽義仲君は京都で乱暴狼藉を働いています。それに巻き込まれた琵琶は白拍子の3人組に助けられました。木曽義仲に追われる平家はどうなっていくのか、また琵琶はこれからどうするのか、一緒に見ていきましょう。第9話解説スタートです。冒頭で笛の音とともに梅雨明けを知らせる立ち葵、秋の紅葉、実った稲と景色が映っていきます。そして船の上にいる清常、これは対談の清常、入水までの季節の変化をダイジェストで描いた演出になっています。相変わらずよく食べる琵琶と楽しそうな白拍子パフューム、暗い雰囲気を明るくしてくれるいい場面ですね。琵琶は第2話に出てきた祇王とも仲が良かったので、白拍子と相性が良いみたいです。オープニングを挟んで立ち葵が咲いています。季節は夏のようです。京都では木曽義仲くんが略奪をしています。飢饉で食料が不足していた京都に木曽義仲くんが来てしまったため、治安も経済も悪化しています。義仲くんに困っている後白河法皇のシーン。ここに映っているお坊さんは比叡山延暦寺の人間です。木曽義仲は京都に入ると、持ち人王の領事で平家を追い出したんだから、持ち人王亡き今その息子が次の天皇になるべきだと主張しました。まだ官位が低い木曽義仲は後白河法皇に直接言うわけにもいかないので、比叡山延暦寺を仲介して言わせている状態です。困っている後白河法皇でしたが、高倉上皇と藤原の職子の子供を次の天皇にしようと考えます。平家と共にいなくなった安徳天皇は無視してしまおうという考えです。新しい天皇はその名も後鳥羽天皇、後に承久の乱と呼ばれる鎌倉幕府執権北条義時との争いを起こす人物ですが、それはまた別のお話なので割愛させていただきます。大河ドラマ鎌倉殿の13人でこれから描かれることなので、そちらも合わせてぜひお楽しみください。紅葉のシーン、季節は秋になりました。太宰府へ到着した平家一行ですが、平家に味方する勢力が後白河法皇方に寝返ってしまいます。助盛が味方に戻るよう交渉しに行きますが失敗に終わり、平家は太宰府にもいられなくなってしまいます。助盛と清常のシーン、助盛は現実をしっかりと受け止めているため、裏切りは当然だと言います。一方、清常は、それでは誠実さや実直さや恩義というものは意味をなさぬではありませぬかと返します。助盛は、我ら平家に誠実さや恩義があったと？と言います。やばい顔になる清常。現実を突きつけられ、本人はやっと今の状況を理解した様子です。もう平家は終わりなのだと。あの楽しかった日々はもう帰ってこないのだと。船の上で身動きが取れないでいる平家、清常は笛を吹いた後に石を抱き海へ身を投げます。さて、この前後の琵琶に関するシーンですが、違和感があったので書きます。清常が知る未来を見た琵琶、その直後の母親に会いに行くシーン、泣き疲れていた琵琶に対して静か御前が、ずっと泣いていたの？そうね、やっと会えるんですものね、と言います。ということは、清常を思って泣いていたのではなく、母に会えるから泣いていたということになります。かなりキツキツにシーンを詰めたら繋がってそうでぶつ切れになっている、そんな違和感の残る場面でした。ちなみにこのシーンで咲いていた紫色の花は春に咲く都忘れです。母
母親に祈ることを教えてもらった美は、平家の行く末を見届ける決心をします。さて、軍記物としての平家物語では、主人公的な立ち位置のキャラが2人います。それは平清盛と源義経です。平家物語を読んだことがある方は、主人公である琵琶が静か御前と合流したことで、琵琶は平清盛サイドから源義経サイドに移って、平家を滅ぼす側に立った視点が描かれるのかと思われたかもしれませんが、そうはなりませんでした。そっちも見てみたかったですね。さて、海を漂っていた平家ですが、なんと水島の戦いで木曽の義仲軍に勝ちました。海戦が得意な平家、一説によると太陽を背にしていたのが有利に働いたとも言われています。実はこの水島の戦いに至るまでに、平家は少しずつ勢力を回復しており、そもそも兵力で木曽の義仲軍を上回っていました。平家は勝った勢いそのままに味方を増やし、福原まで戻ることに成功します。一方、京都では木曽義仲がやりたい放題で、新たな天皇後鳥羽天皇と後白河法皇を幽閉してしまいます。この時義仲は正統大将軍になったというのが近年有力な説であると紹介しておきます。後に鎌倉幕府を開いた源頼朝を何かしらの将軍とする際、正統大将軍は義仲の悪霊があるので良くないとして、正位大将軍になったとされています。源頼朝は木曽の義仲追討軍として源範頼と源義経を向かわせます。以後は混乱を避けるためにまとめて源義経軍とします。アニメではかなり省略されていますが、後白河法皇は木曽の義仲と争うために源頼朝の他にも延暦寺や恩成寺を味方につけています。さすがは平清盛と渡り合ってきただけのことありますね。結果的に木曽義仲は宇治川の戦いで源義経軍に敗れ討ち死にします。木曽義仲の最後や人間関係はとてもドラマチックなので、ぜひ調べてみてください。羽生結弦風義経に平家も追い込まれていきます。木曽義仲を討ち取った源義経軍は、平家軍が待ち受ける福原へ進行します。この時平家軍は味方を増やし、10万の兵を従えていたとされています。この時代は有利だと思った方に寝返る者が多く、京都で源氏同士争っている間に平家に味方する者が急増したと考えられます。しかし一ノ谷の合戦で天才源義経軍に敗れ、平家はまた西へ逃げていくこととなります。切り立った崖を義経軍が駆け下りていき、不意をつかれた平家が敗北した、いわゆる逆落としがあったとされています。実際は義経軍が険しい山道を通り、平家軍の裏をかいた戦略が逆落としのモデルになったとされています。また一説では、平家軍に対し後白河法皇から停戦するよう書状が届いており、油断させられていたともされています。もし事実だとしたら、後白河法皇かなり悪どいですよね。この一ノ谷の合戦で敗れた平家は、平重衡が捕らえられ、一族の多くが討ち取られるなど再起不可能な状態になりました。さて、今回のクライマックスは平敦盛のシーンです。源氏に追われ海へ逃げる平家、平敦盛もその一人で、やっと十分な戦力で戦ができたのに敵に背を向け逃げるという不本意な結果に終わろうとしていました。そこを追ってくる源氏の武者が一人、名を熊谷の直実と言います。平敦盛を呼び止める熊谷の直実、この時の敦盛はどんな心境だったのでしょうか。戦で活躍できるのを楽しみにしていた敦盛でしたが、現実はうまくいきません。それでも武士の花である一騎打ちを挑まれれば拒む理由はなかったのでしょう。平敦盛は理想からギャップのある現実を受け入れ、一騎打ちに挑みます。めちゃくちゃ作が気合入ってましたよね。美しくも激しい戦いの末、惜しくも負けてしまう敦盛、熊谷の直実は幼い敦盛に自分の息子の姿を重ねてしまいます。敦盛は武士らしく、自分を撃てば名が上がると言い討ち取られます。後に熊谷の直実はこのことが理由の一つともなり、出家することになります。また織田信長が死の間際に人間50年と舞う有名なシーンが言い伝わっていますが、この舞の名前は敦盛です。
短い人生だった平敦盛、その武士としての生き様は後の世でたくさんの人に語られています。敦盛くん、さようなら、また今度。今回の解説は以上となります。皆さんいかがでしたか？第9話理解できましたでしょうか？圧倒的な作画と描写の中に少しだけ制作側の苦悩すら見えた、そんな回となりました。アニメ平家物語1回見ただけだとどうしても分かりにくい箇所があるかと思います。そんな方はぜひ2週目を見るとともにほろ酔い解説を合わせてチェックしてもらえると100倍楽しめるかと思います。最終回を含めて平家物語もあと2話となりました。最後まで私ほろ酔い解説と一緒に駆け抜けてまいりましょう。それではまた今度、ありがとうございました。